ごめんなさい、ビデオ間違えました。ここから回しますね。30秒以上できるようになったらですね、歯ブラシをね、こういう二重の長さになってですね、人間がよく使うやつ、これを使ってほしいんです。でこれでまず歯の外側だけど、さっきの歯周ポケット、ここね、要は歯の表面は嫌じゃないですか。でそれができるようになったら、歯と歯茎のこの境目のとこ、ここをこの二重の長さでやってると、長いのがさ入っていくんですよ、歯周ポケットに。そうするとここ歯周ポケットにね、この歯周ポケット、ここには悪玉菌が増えやすいんです。これ人間も一緒です。でこの悪玉菌の性格がですね、嫌気性菌って言って空気嫌いなの。そここにじゃあ空気を送り込むと、この悪玉菌、嫌気性菌は弱ってきます。だからブラシでここの歯周ポケットをちょっと刺激すると、ブラシの先が入って空気が入るとこれが弱ってくる。だからこの歯周ポケットをまずやると。でまだ外側ね、でそれができたら今度内側の表面ポケット、そうすると多分30秒では終わらないですよね。歯の表面とりあえずやって、歯周ポケット狙って、あと裏側やって歯周ポケット狙うと、まあやっぱり人間と一緒でやっぱり 1,2 分は やらんといかないな。だけどいきなり長くしたら絶対できない。ましてやさ、もう12歳13歳の子さ、はいはい、今だけど予防注射も大事なんだけど、お口が匂わない子にしといた方が、いろんな病気がかかっても進行が遅いというかね、お口臭い子は悪くなりやすい。なんでかというと、この歯茎からね、悪玉菌が入ってきたわけですよ。そうすると悪玉菌が血の周りに、血液循環に乗っかっちゃって、それで余計、例えば心臓病とかね、関節の病気とか。なんで映りたいの？大丈夫？悪くなっちゃうっていうことね。ということです。まあ、はい、いろいろ話はあるんだけど、とりあえず気が付いたことだけ。あ、はい、ありがとうございます。ね、はい、じゃあだいぶ溶かせたし、でもこんだけ時間。